カムリキトンネル送風設備移行カムリキトンネルは東日本旅客鉄道の篠ノ井線をバス停駅、カムリキ駅間にある全長2656メートルの鉄道トンネルである。長野県千曲市と東千曲郡畜北村を結んでいる。休止中のハオ信号場を含めて考えると、ハオカムリキ間に位置している。カムリキトンネルは篠ノ井線の建設工事に伴い建設された。 事前の測量には125日を要した。チェーンによる測量がうまくいかず、険しい山岳地帯での三角測量を実施している。1896年12月21日に、東口のシルベ港から着工した。西口も1897年3月1日に着工した。さらに縦港も2カ所設けられている。動力削願機やずり出し、装置などを用いて施工された。 復興はレンガを使用している。1900年11月1日にカムリキトンネルを含むシノノイ最上階が開通した。開通した当初は日本で最も長い鉄道、トンネルであり、1903年2月1日に中央本線の笹子トンネルが共用を開始するまで、その地位を保っていた。シノノイ側から25%パーミルの上り勾配をずっと登ってきて、 カムリキトンネル内はこの勾配が続く型勾配の構造になっている。カムリキトンネル出口側にあるカムリキ駅が、篠ノ井線内全体の頂点である標高676メートルの位置にある。カムリキトンネル内では曲線もなく入り口から出口まで縦横ともに一直線の構造である。蒸気機関車使用時代には25%パーミル勾配の続くトンネルでは、 機関車の出す売煙により、機関士の窒息などの危険があり、対策が行われた。大正時代から列車がトンネルに入った際に、入り口側に垂れ幕を引いて、列車後方の気圧を低くすることで煙を後方に吸い出す試みが行われていた。昭和に入ると送風機による強制換気が全国の長大トンネルで行われるようになり、 カムリキトンネルでは1931年3月に東口に送風機と垂れ幕が設置された。さらに窒息事故の発生を受けて1947年に強化されている。この送風設備の意向は今も残っている。ありがとうございます。